これむしろちょっと右っぽいなと。打ち勝ってくる。やばい危機感。ゲッ。引きつけています。あーカメ。難しいポジション変わります。バッキー強。あーよし。よし。強い。あーよしエース。エース。強すぎだろう。おうまいうまいうまい。突っ込んでたぞ。いいピーク。いやでもギャンピーうまい。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 ギャンピー。そうですね、もうリジェクトとしても読みというよりもかなり決め切った B でしたからね、はい、ルモエグ。こうなると今現在 B メインがスカーズの支柱にあるじゃないですか。そしておお、待って待って待って、赤目ガーディアン買ってね、バイ見てなかったわ、まあ、なんでこいつガーディアン持ってんの。え、バキモンデクサ。どういう判断なんか、赤目のフィジカルを信じてるんじゃない。サイト赤では 3V4 と疑似的にリジェクトの方が人数優先ですが、トレードを繋げていく。これまず進めないと。おーっと、足が止まった。ペイントダウンを被弾してしまい、スパイクもドロップ。ほーりー、いやめっちゃしんどいよ、時間がない。おっと、ブンボト残り時間が10。これ無理でしょう。もう間に合わない。いや無理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 、間に合わない、絶対無理。そして赤目、あー赤目は赤目のワンピックからリジェクト。セカンド勝利。赤目のワンキルで全部ひっくり返ったな、これ。ことからドライシー2ラウンド目スリフト。おい、何赤目にガーディアン持たせてんだよ。バンダル買われって。会社読みの範疇にはなってしまいますね。見られました、アレン倒れた。モムとポジショニンググッド。たものの中央にはポイントクラブありますから、ね。まあそこは警戒した方がいいかも。クラウドの隙間からミリミブライアンを抜きました。しかし後続を赤目進行許さないか。まあ強い。いいカバーですね。さあ武器2本。あれ？よし、なんでハルス君負けたの？ライトアーム。なんでバンダルで負けたの？ね、時間である程度今警戒している北斎勝った。いやーただ見切れない。視線を切った。いやー。注目はアビリティの部分、かなり余らせてますからね武藤。ドラムブレイザーの発射を聞いて前に行ったんですが、よし武藤の裏取りをうまくいなした。いやー警戒してる。あーマジかよよし。ショーストッパー。えぇ、ー、も回してショーストッパー上げましたよ。ジョージに言い訳するオタクの真似していい？いやマジモテないって。いや別にモテたモテたくないでござる。これまでとは異なり、モテたいモテ誰もがモテたいと思わない方がいいでござる。さあメールボックスシーカーを倒して一気に突っ込んでいく。でこっからどういうゲームメイクするのかめっちゃ気になるんだけど、ちょっと AB ベントも取ってビーヘブも取って どうするんだろう。かなりもうマップ見てもらえば分かる通り振られてますね。最大限に活かしてきます。なんかスカーズこれ大丈夫そう、ね、時間やばくない？モロ使われるよね。スネークバイトドンピシャ。しかし天蔵ダメージを被弾しながらもハルスを抜いた。しかしギャッ、うわーこのアウトローやばい。さあ時間がない。あーいやよ今当たりそうだった。うまい。ギャピ突っ込んできた。今めっちゃ当たりそうだったな。しかし残っているのはルモとアレン2人。おお、ヘブンガの進行許されず。いや今のヤバすぎ、マジで今ヤバいな。ミンティープロタン詰めてきた。うまい。おお惜しい。え、パーティータイムは。さあショップに対してショーストッパーを構える。パラノイアを被弾していった引きます。立ちはだかるのは2人。ここはもう最低ライン無理する必要ないですからね。さあブライアンとギャンピン打つよ。よし赤目。しかしヘブンからもうすでにカバーが負けてる。ギャンピンはギャンピンやば。いやギャンピンやべえよマジで。このギャンピンとかいう男強すぎる。あまりにも音聞こえた。うわーここで勝負突っ込んできた。よしまあそこか。今のカメラなんで変えたの。挟み込む形を取れる。うわでもルモがタイミングよく入ってきそう。ソライトフォロー来た。レモン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 。どっちだこれ。あーさあブライアン落ちた。マジかよ。さあメインの進行。いやこうなると A のセットを止めなきゃいけないですね。これはオーソドックスに A セットです。いや今ルモ足音消したの正直やばいね。偉すぎるよ。俺もそれ思うわ。今のさ足音消してわざわざさこのベース側回ってくんのやばくね。俺絶対足音立てるもん。やばいよ。まあまあさあ武藤ドンピシャだ。いいタイミングだろ本当。
いいシーズ。あれ誰も食らってないシーズ。少なくともホーント流した。そしてドスカイしか見えてないんで。赤目が寄せ切る。うわーこれランプ取られてんのうざいね。さあ、エインに対してのエントリー許したが、見えた。しかしディフェンダーサイドから早めのピック。天蔵がいいカバー。これは抑え込んだ。アレンのポジションめっちゃいい。ディフェンダーサイドに対してめちゃくちゃいいな、アレンのポジション。こうなると立ち回りやすくなる。うまい。うまい今の。技ありすぎるだろう。今のは見てきたこと面白い。今のうま。壊滅。残されたのはアレンですよ。うお、技あり今の。うめえ。カリトトレード。オーメンウルトを弾打たせてエイム動くからそのタイミングでピークして、ギャッピン、お前エイムじゃなくて頭もいいのかよ。もうチラチラと覗いておけば大丈夫だよねっていうのが、おお前に行きました。ファントム誰ならな、マジでファントム持ってるやつ危機感持った方がいい。30メートル以上の打ち合いしたらバンダル勝つよ。おお、うまくエントリータイミングでピックに成功。しかし後続のオンリーはバナナが避難せずに、そう回り込んできたが、キャンピン耐えているが、頭頭切れた。ハルさん、いやファントム、バンダルだったらな、いやキャンプも間に合っている。バンダルだったら目撃しなかったな。いやこれトムです。これね、トムかダルかでラウンドの勝率決まりました。はい、おお、赤目そうですね、裏から迫ってますよ。これ B サイトのスロー入りもあるんで引き切ることはできないですよ、はい、バック見られた。いやこれむしろちょっと B っぽいなと打ち勝ってくる。やばい危機感ゲーッ。赤目がすべて引きつけています。あー赤目ー、チームに赤目いないチーム危機感持った方がいい。よし挟まった。一人じゃん。いやまあ赤目、俺ら特訓したもんね、秘密の。まあ結構出た、これ秘密の特訓パワー出た。サポートなし、赤目が体一つで取りに行く。うわーこれ、あはははは、ジャンプピークを抜いてきた。そして赤目、うわー、え、危機感持った方がいいってスカズ。普通に俺赤目使ってナンパするもん、ここまで強かったら。ジャンプ、ああ、え、バロラント知ってる赤目、友達だよ、全然言うよ。なんとか一人もぎ取ったか、天蔵強い。でも天蔵フラフラ起こしたから、あ、もう時間ないな、これ上がっていないことが分かった。ああ、ヘッドショット、ギャンピンえぐ。さすがにペイントラも残っている。いやこれめっちゃ時間引っ張ってんな、リジェクト。これスカーズしんどいんじゃない？この時間の使われ方したら正直もうスカーズやばいけど。ヨシに対して打ち込むが、ブーンボットにして打たれた。いやしんどいぞこれ。おお、フラッシュ2人とも食らった。おっと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 、これハルスしないよ。流れ込んでいったが、ハルス、うまい。後ろから襲いかかる。いや時間ない、ハルスは立ち回るぞ。うまい、会場までうまい。素晴らしいよ、あまりにも。決めたのはこりゃうめえ。さあ今回も A 面に対しての早い仕掛け、待ち構えているのはヨッシー、そして天蔵。しかしポジション変わっています。バッキー強っ。ヨッシー、その名のブライアンが、お前これ強い。あーヨッシー、エース、エース、エース、激アツヨシ。こいつ2ラウンド MVP だ。リジェクトとしても A レス、ただオペレーター怖いですよ。あ、おー外した、肘が見えたんですが逃した。いやこうなるとサイトラインアビリティで一気に取りに行く。うわいいカバーアングルだ。しかもいやルモの知らせの使い方めっちゃいいわこれね。ランクでよくオーメン使う人参考にした方がいい。このスモーク、スカーズどうなん。このスモークマジどうなん。今5人映った人全員映ったよ。さあナイトフォールによって音は聞こえない。スカーズよしも映ったくね。ここでルモ潜り込んでいったぞ。そして、切り抜けた。さあ、強力エルサが高め。ワカメ一気に投げとした。俺をハムした。嘘だろ。さあ、銃口見えた。しかし、弾は切れたが、え、そう、切ったものの、このオペレーターはプラウラーで位置がしっかりと見えているんで、まず引かせに行きます。おー、ワカメ。さあ、入ってきたぞ。この入ってきたプレイに対して、あーっと、ペイントが先に置かれたところにシュナード攻め飛んでしまった。ルモここに来て赤目これすんのやばすぎる。土壇場でさあこれで 2v5。 What?
うわぁ隠れたんですが赤目は見逃さない。お前最強だよマジで。うわでもな何もしない、まあ、表と裏ってありますから人間誰しも確認できたでしょうブライアン。そして A メインエントリーしようとしていたんですが赤目が抜いてきた。いやスネークバイトをどう攻略するかですね。おーのランが刺さったぞ。ハルスこれちょっとギャンピー逃げ道ないですね。さあギャンピーは B バックの上乗っかってるところ。うわーギャンピーそれ倒したかったな正直。あと30秒さあルモの落面をラーレンがそもそもの力でねじ伏せてきた。そもそもパワー。ムトに対してもおまだ打っちゃう。当然ルモが抑えます。そもそもの力でねじ伏せたとか言い始めたらもう何でもありやん。うわーつえーつえーさあそもそもの力が強いんだよね。え、そもそもの力が強いんだよね。危機感感じた方がいいよ。あれジェットのエントリーオンリーワンは先ほどオペレーターでのワンキル、そしてショーティーでのワンキルをもぎ取っているが反応した。おお反応したんですが、ブラウラーがでした、ね、オンリーワンのオペ OT で刺さってるな。ずっとワンキルをもぎ取った。そしてアレンも挟み込んできた。さあムトがなんとかアレンを抑えるが赤目お前お前おおギャンピー。さあまずはディフェンダーサイドを潰した。おお赤目ナイスオンキル2-2が目でうまく攻めつだ。 OT 見せろ OT 見せろ OT 見せろ。まずい OT 見せてくれ。さあどうするキャンピング。あーマジかマジか。いやおもろすぎマジかビッグマッチすぎるだろこれ。マジおもろい。スポンが取り切ってでさサバイバルみたいな。だからあなたがもし海で遭難した場合太っていることによって生存率が格段に上がるでしょうみたいな。強すぎだろう強すぎだろうマリンおったな今。強すぎだろう。イエロー踊りから B 側に展開をしていく勃起した時の言い訳危機感って言ってそうじゃないジョージ。マジで言ってそう。危機感を感じて生存本能がとか言ってそうだわジョージ考察チャンネル作るか俺。ただこれいつでも B 面に対して壁越し。うわ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 抜け抜け赤目抜け抜くんだ。もう一回左打て撃て撃て撃てどなんか撃て、また武藤から撃てポイント飛んで撃て。ライトはマシル映画に関してはサイバー受けうわこれでは特にレッツゴー。 B はもうない。さあ映画に対してトラップを切りながらオンリーワンが突っ込んでくるがハルスバックサイドでの耐え、そしてフォールトラインを返す。うわエルボーだけのチョークポイントが突破できない。強すぎ。シンプルにやりづらいと思いますよ。えぐいな。俺の声届いたね。いやガチキモは。キング上にまっすぐ伸びてるこのキング入れないと。これキングからば あ,、ね、あれでロープ伝ってくるやつが引っかかるのもないですよ。おうまいうまいうまい。突っ込んでったぞ。いいピック。いやでもギャンピーうまい。うまいうまい。抑え込むことには成功。うまいギャンピー。うめえ。強すぎギャンピー。いやマジとんでもないな。赤目うわうま。まあ赤目が今ニューメタを乗りこなしてるよな。これ見る限りこのアウトローメタを体力たちを取りますが、ここでバイパースピット。さあこのバイパースピット展開はギャンピング行いましたので一旦攻め側のスカートうまいなぁマジでうまいなハルス君。さあ赤目うめぇ抑え込んだ A に対して攻めいいサイファーだマジでアビリティセットアップがうざすぎ。今バカクソどうざいじゃん。どうしてもこう右側からうまいねなんですけど。いやまあネオンの強みは出てないよね今。あ出る出る出るネオンの強み出る。突っ込んできた。あーこれジェットのスモーク天才だうまい。ガレージ2人ブライアンうまい。赤目が映画を前詰めていってるぞ。うわー体力7マジでネオウルトやばいな。いやしかもサルも気づいたか。お強っ赤目1人持っていった。 B 入られたもカメラありますからチェックしてるのハルスですか。ケツを取られた。これはタイミング、タイミングでずれています。さあ1人泳がした1人泳がした。これうまい泳がしてる持っていったか。ケ
ヘブンカノンさあー、ヌートー気づいたか。ギャンピー立ち回る。ギャンピースパイク落ちた。うわー、ヌートー、それ倒したかった。とっさの対かなりブライアンが前目だな。これめっちゃいいな、ネオンが音出してこれポジション続けないよ。すごいとこいるぞ。違う違う違う、ネオンが引いた音出したことによってこれ分かんないポジションが。坂上の動き、さすがに想定外か。中央のポイズンクラウドも落ちてしまいますから。おお、さあ天蔵えらい。武藤君コスコで成功。さあ赤目、赤目お前できるよな、赤目お前できるよな、赤目赤目上下フリック、赤目あと30秒。ギャンピー速攻冷静。いや中央もあるんですが、イエローの赤目エギーマジで。さあよし、ミッドからいきますが、ここはギャンピー赤目でも最強デュオこいつら。赤目ギャンピーで5キルやん。ここで一旦エルボー前のチョークポイントで止まっていましたが、うまい、ハルス、うまいね、ハルスくんガチうめえ。これで後続バカ野郎このサイファー。打ち負けてしまった。で3人チェック見えてきてるから B 側いませんでしょ。さあここでローテーゾーンに合わせるような動きですが、天蔵馬、天蔵馬俺それ 天蔵マジかよ。さあ6ラン流れを変えた。それはなすすべがないリジェクト、一旦引きました。さあヘブに対して強気のピーク、よし、うわさあ残ったのは赤目のみ、残弾は8発。よし4人、見せれば容姿も見せる。見せましたね。今でいったのはカメ。あまりにも媚び売りすぎるわ。そのままドライでいった。アビリティはフォートラインのみ。うおーエリア広、やばすぎでしょ。これだけのエリアが取られてるとなると非常に難しいが、まあ、ネオンの強みだね。前の位置を潰した。そしてハイタイドを使って、うわーこれ時間人数差もしんどいし、まあね、スキルもないね。さあ体力があるヨッシーはハイタイド前、うまいヨッシー、お前うますぎる。先ほどのラウンドに続いてただ今のところドライ進行のイメージが強い B 側の方に持っていってしまいましたね。さあ突っ込んできたよ。うわぁ空中でダブルピークを仕掛けてきた。えこれはマジでペックスだわ。うまくミッドランカーを抑え込むことに成功しましたが、これガチで今のオペレーターなので、普通にランクでやられたら俺もうマジでやめる。その日ランクしないわ。見て守り方を変えなければいけないですね。思ったよりも深めなところで。スカーズにとってはアドリブ力を問われる、かなり打ち合いが展開になっているが、重要はスパイクを落とした。いやしかも逃げてる、挟み込みに行っている。キッチンからと B メインから、うまい、もう一人取られた。オンリーワン、うまぁ全部崩した。うわぁまだある。ハウブライアン、うわぁウィーク1に続いて B メインで起きた。これは素晴らしいです。位置に音があるとはいえ、ローテートの音は聞こえてますね。さあキャンピン、エロそのポジ、アタミング、うわぁ気づいているヨシ。頭1個のポジションにしっかり対応に行ったのかまでは掴めていない可能性が高いですね。さあヨシの位置、反応したんですが、ギャンピン勝つのそれ。アクションもあるしね。しかしリコンと合わせてアフターショック。さあトライアンアンダーレベルが、あれ強っ。なんとかスネークバイトで避難しながらも、オペ出しきついねこれ。さあこれ成功。うわーこれきつい。ルモ体力もない。元を解く、ワンチャンス、ワンチャンス。ルモ展開、いやこれきつい。オーバー打たせ切ったが、ハイタイドが降りてきた。あーぶー、うわさあ決めました。怖いよ。これでセカンドマップ危機感持てって。オーバータイムのせいでリジェクトが勝利。いやジジイ来た。3マップ目、第3マップへも。まずはワイヤーを切りながら前に行きますが、おーその前に持っていたギャンピン。さあトリプルラピークを仕掛けて、ヘブン一人はもう言いとった。前にほぼランプってなってる。しかしムート視線を切った瞬間、いやでもこれやばい、やばい、嘘だろ。さあこれでガチか、赤目ガチいくのか。赤目うま、赤目こいつ気合入りすぎだろ。おはははは
気合い入りすぎだろ。でーぐ昭和に対して強気の前詰め、ブライアン。あ、いいカバーでも。ガイディングライトを使ってヘブンに対して射線を受けますが、晴れた。足音めっちゃ立ってた。玉裏にいる。いやさあ、ここでオービタルストライク。ルーモのポジションはない。いやこれギャンピンガチでうまいわ。このギャンピンのウルトあまりにも天才なんだけど。あれ、シャワーインの分かってて、ブリムの押し音聞こえてコール入って分断して、しっかりブリムだけ殺しきるっていう。ガチでうまいな。としては無理する必要性がない。で、ラストスカイ分かってるからのポジション。さあ、天蔵。いや、これ赤目抜群。うめー、芸術的だ。好きがないような展開になっています。一旦ガイデングライトバレてなかったらそのフラッシュ使わないの。赤目で屋上勝負。さあ、ヨッシーも嫌な予感を感じ取ったよ。うわ、しかし天蔵がうまく。いや、でもあれ、バレてでもあそこに立ち続けることによってスカイのフラッシュを使わせれるっていう。そしてオービタルストライクを使ってランプを潰したスカーゼ。さあ、このラウンド獲得することができるでしょうか。まだ設置に至っていないが、設置を頼りに突っ込んできた。スカイスモークの中にギャンピン、ギャンピン、ギャンピン、ギャンピン。ヘブンしたとの打ち合いも破れて。どうやってワンキル取った。あ、しかもこれ、おー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 、ムト、それはちょっと。サイダーの選択肢もある。いや、でも偉い、ブライアンが偉い、ブライアンが偉い。もう中入ってんだよね。足を止めることは許されない。残り時間がない。うまい。あ、これはもう設置間に合わないですね。落ちてしまった。うめー。このラウンドもリジェクトの勝利。本当にうまいわ。うますぎ。私もワイヤーのおかげで反転まで車線を通しているが、トレイルブレイザー、うまっ。いやー、赤目うまいねー。赤目マジでうまい。あそこはもう駆け引きの領域だからね。そしてブライアン、またしてもフッカーから詰めてきている。この動きは予想外で引いて夜プレイ。スイートショートから進行していきますが、肩が見えた。頭虫はやはりプラントしかないが、この状況でインセンディアリー。いやー、うめえよギャンピン。お前、飛車のインセンディアリーが入ってきた。いやー、ギャンピンがいいな。こいつやっぱうめえわ。ギャンピンうまい。露骨にうまいんだよな。常にこのランプを。さあ、これでシャワーの情報完全に取れています。大きい情報ですね。しかも天蔵が、まぶしが最高すぎる。こうなると B ロングは窓がどうしても警戒せざるを得なくなってしまったので。キャンピンとのハンプ今ここを制した。よし、ただサイトランセット崩れない。しかしシャワー前シンプルに打ち合ってきた。ニューラルセフトによって位置も確定。うわ、赤目お前。さあ、よしも落ちてしまう。来た、俺がやる。撃て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 。これもうバイパーズピットから追い出したぞ。バイパーズピットの中にはとてもじゃないがいられない。いやー、落ちた。うめえ。そして最後に取り残されたアレン。喉痛。シーズも入ってきて中に入り直すことが難しい。何それ。今もう時間ないですからね。ずるいじゃん。落としに来た。しかしアレンうまくさばく。キモ。大きい情報取りますね。赤目プッシュしてぶっ殺して引いてって。赤目が引いたとしてもまだブライアンがいるってやばいよ。ゲートクラッシュで引いていきましたが、すごい。さあ、これショーストッパー。このショーストッパーは、うわー、うわー、マジでびっくりした。しかしショー前完全にポジションがないが、ルモうまくブライアンを抑えた。オニアン、これ無理はしたくないですね。これはちょっとまずは先に裏をさばいて、さあ、オンリーワン、しっかりとここも落としました。いや、フラッシュもありますからね。さあ、まずワンピック成功。いや、偉いわ、そのピークオーバーにしてくんの見てんの。おお、強い、よし。アレンも強い、いいカバーだ、それ。強い。アレンも抑え込む。いやー、やりきったね。 1V1 を2回繰り返すポジショニングが大切。自分から勝負するしかないですね。さあ、ワンブイワン。おっと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 うまい。はぁ、待って、そのフラッシュ避けてんの。はぁ、おぉ、赤目は一人で振り持っていく。え、嘘じゃん、もうそれは。そしてバックサイト耐えてるルモ、赤目落とす。それも嘘でしょ。しかし後続を押された。
最後はギャンピン、はい、アウトロー、バーカめ、力強く当たっていくんです。うわーいいフラッシュすぎる。それはシドリーはもうよし動けなかった。やっぱフラッシュ作敵のコンビネーションガチ強い。待って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 、それをフェイクにして、なんか今ブライアン普通にジャンプで避けなかった、させました、止めれないぞ。バイパスピット切ったが、あー惜しいな赤目。それあれ一人で、いやーアレンいいバイパーズピットだ。それは赤目が殺したら試合の展開マジで変わったね。しかもこれで11対7になります。ただツールドフォースはかいくぐった。そのままランプの中に流れ込んでいった。ただこれ設置はどうするか。さあアレンサイバーケージの中に入り込むことで成功。おっと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 、モロでオンリーワンが死んだけど、オーバーピオーバーにビクしたのかな。目出て分かんなくなったぞ。現状リジェクトになります。あ、ヨシがグレで、どこ倒した、ベンチ？キャンピオン落としてますね。さあ残ってるのはランプ2、そしてポケット1。ランプの部分は。あ、スインガーでワンキルしてニュース2。分かってる。赤目がそれ勝負するか。ハルス、立ち回るが。うまい。分かんなくなった。よし。ヨシのポジション気づけないね。これ、おっとっとっと。ヨシ、見た。位置は分かっている。スパイカメラ設置して、ピンを刺す。うわー、ヨシが救った。いやー、赤目今勝負ちょっともったいないと思うけどな。ワイパーいねえ、なんだっけ。さあマッチポイント、いいらしい、いいらしい、いいらしい。A ショートラッシュ3回目。しかしここでディメンションドリフト。さあ位置を報告してるぞ。いやハルス君偉いねこれ。キーパーしているがプラントーンを聞いて、よし仕掛ける。ただシーズが入ってきた。いや浴場うまいハルス君。いやいい楽ポジションバレた。屋上側を潰しに行った。さあ前行った。うわー救ってる、ガチで救ってる。それはであればリジェクトが動かされない。サイト2と分かった瞬間、いやリジェクトうまい、人数かけてエリア取ってうまい。いやこれはきつい。さあファミファイブ裏から仕掛けるが、あジージー、いやおもろかったな。さすがに今んとこベストバイトじゃない。面白さっていう比率っていう部分で言うとちょっとレベル高いね。